マグニチュード岸和田は日本の覆面レスラー。本名、藤田豊成。1993年1月20日、オリエンタルプロレス後楽園ホール大会で藤田豊成として対高杉正彦戦でデビュー。12月、オリエンタルプロレスが解散。1994年2月、新格闘プロレスに入団。11月、新格闘プロレスが解散。 1995年、SPWF、レッスル夢ファクトリー、西日本プロレス、東京プロレス、PWC、FMW などに参戦していた。1996年から1997年、新生 WING に登竜としてレギュラー参戦していた。1998年、SPWF に支援流としてレギュラー参戦していた。 1999年、大阪プロレスに入団して、怪獣 Z マンドラとして登場。2001年8月24日、ブラックバファロー翼組に勝利して、村浜武博と共に大阪プロレスタック王座を獲得。同年、ルード軍、フラックスに加入。2002年1月、ビッグボス MAGMA MA として登場。1月3日、アステカ ミラクル番組に勝利して、大王、クウォルトと共に大阪プロレスタックオーザーを獲得。11月9日、天皇山に出場して優勝。2003年2月、リーダーのガンマがフラックスを離脱したことで解散。同年、ルード軍、岸和田グ連隊を結成。11月9日、天皇山に出場して優勝。2004年5月から6月、 新日本プロレスで開催されたベスト・オブ・ザ・スーパージュニアに出場。10月2日、ビリー・ケン・キットに勝利して大阪プロレス王座を獲得。11月3日、天皇山に出場して優勝。2005年4月、大阪プロレスを退団。6月22日、ドラゴン・ゲート楽・コー園クエンホール大会でヒールユニットブラッド・ジェネレーションに加入して、 リングネームをマグニチュード岸和田に改名。2006年4月23日、ドラゴンゲート大田区体育館大会でブラッドジェネレーションを脱退してヒールユニットマッスルアウトローズを結成。2008年2月3日、アゼリア大賞でデビュー15周年記念工業を開催。5月14日、マッスルアウトローズが解散。5月31日、 ドラゴンゲートコ戸ベ参謀ホール大会でユニット絶ン図を結成8月10日アゼリア大賞で自主工業マグニチュード1.0を開催2009年1月11日アゼリア大賞で自主工業マグニチュード2.0を開催4月絶ン図が解散11月7日ドラゴンゲート高楽園ホール大会でユニットベテラン軍に加入 11月15日、世界間で自主工業を開催。2010年1月、ベテラン軍が解散。2012年7月8日、淀川区民センターで自主工業、お前ら見たらわかるやろ、を開催。2013年9月23日、道頓堀プロレス、道頓堀アリーナ大会でユニット、道頓堀防衛軍を結成。11月17日、 道頓堀アリーナでデビュー20周年記念大会を開催。12月16日、朝日スーパーライト間キシュアダ店、駐車場特設リングで自主工業を開催。2014年1月13日、道頓堀防衛軍を脱退。投げ技と巨体を生かしたパワーファイターだが見た目から想像が及ばないほど身が、軽く空中技も得意としている。ありがとうございます。